皆さんこんにちは、カードゲームプロフェッショナルの勝です。今回はこちら、ほい、耐久バレーボールカードゲームが発売となりますので、カードの紹介第2弾となります。第1弾のカード紹介、日向鍵山ドンピシャの紹介をまだ見ていない方はですね、ぜひそちらも見ていただければと思います。耐久バレーボールカードゲームには、ゲーム上特殊な能力を持っていないカードたちも存在します。こちら例えば菅原さんには影山と違って能力をついていませんし、こちら、はい、田中さんには、数字だけですね、特殊な能力をかけないんです。しかしですね、ハイキューバレーボールカードゲームでは、こう、先ほど紹介したような特殊なテキストを持たないカードをいかにうまく使うかというのが、もうこのスターターデッキからブースターパック1段2段とどん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 先に進むにつれても非常に重要な要素を持っております。なのでテキストがないからといって、実は影山より菅原先輩が弱いんだということは全くありません。なのでぜひぜひテキストがないカードをどうやって使ったら皆さんが配球バレーボールカードゲームで勝つことができるかを紹介していきたいと思います。まず紹介していきたいのはこちらですね。ドン、沢村先輩ですね、はい、大地さん。大地さんはですね、テキストで言うとレシーブ力に特化しているキャラクターとなっております。コミックスでもそうですね、沢村さんの安定したレシーブ力がカラスの強いと言っても過言ではないでしょう。さて、では配球バレーボールカードゲームにおけるこの沢村さんがどんな活躍をするかというですね、まずこのレシーブ力4、これレシーブ力4を持っているのはこのスターターデッキの中では沢村さんだけです。なので相手が強力なアタックをしてきた時にレシーブできるのはもう沢村さんがもう一番活躍してくれます。相手が影山、日向の効果を使ってアタック4にした後にドンピシャという流れの中で、相手が打ってくるアタック力というのは影山のトスポイント1、日向のアタックポイント4、さらにドンピシャを加えて合わせて6ポイントのアタックになります。この6ポイントのアタックを取る方法というのは、このスターターデッキの中では、はい、こちら、沢村さんと、さらにスターターデッキに入っております、はい、こちら縁の下さん、この組み合わせを持っていれば相手の一番強い攻撃を取ってトスアタックと返せれば、おそらくですね、日向の手札コストとドンピシャを使って攻撃をしているので、もう一度強力な攻撃を出すのはかなり難しい。つまりこの沢村さんとこの縁の下さんを組み合わせることで、相手の攻撃を返した上にそのセットを逆に取り返すことができるというようなことも考えることができます。テキストを持っていない方はこちら、はい、田中先輩、田中先輩と、はい、さらにですね、はい、山口くん、こちら両方ともアタックポイント3のキャラクターなんですが、それぞれレシーブポイントと、ブロックポイントが違うようになります。つまりですね、手札に残したいカードは違うんですね。もし次の相手のアタックはブロックで返してやろうというふうに思うんだったら、こちら田中さんを残してください。逆にレシーブで相手のボールを返したいなというふうに思うときは、こちらの山口くんを手札に残すというような、ちょっとプレイングというのが配球バレーボールカードゲームの中でも必要になってくる要素だというふうに皆さん覚えておいてください。こういった一つ一つのプレイング、小さくても積み上げていけば、配球バレーボールカードゲームをより楽しむことができますので、皆さんもぜひぜひ遊んでみてください。はい、それではカードゲームプロフェッショナル8でした。またねー。